もち並べ替えクイズ。問題は全部で10問です。それではスタート。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は絵はがきでした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は淡路島でした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は合わせ味噌でした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解はヨーグルトでした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解はカキフライでした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は作り話でした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。今回はとろろ昆布でした。
文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は波打ち際でした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は地方議会でした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は三つ星ホテルでした。文字を並べ替えて言葉を完成させてください。正解は お子様ランチでした。この漢字はなんて読むでしょうか。正解は茶葉でした。高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。